ケイさん、ケイさん。はーい。はい。お前の持ち込んでる、持ってるアイテムの量知ってんだよ。早く入れろ。ケイさん、配信で。お金はなくても、お金はなくても持ってるの知ってんだよ。ケイさん、配信でかなりなくなってるので。ん？昨日も夜中に配信してたの、ナサゴはなぜか知っているんだよな。はい、わかりました。全部。今、計算あれですよ。3ドルしかないですよ。3ドル、うん、そうなんですにゃ。みんなレベルが高いですにゃ。帰りしグレニタンホイザー VR。3、僕の10倍ある。レベルだけ高いですにゃ。なのでね、よくこれをやり込んでいる人に初見ですって来て、そのレベルでそんな驚くんですかって言われるのがナサンです。まあ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 。うん、仕方ないですにゃ。マジで昨日配信してたの、私じゃなくて、ケサンね。はい。ね、大勢ね、ケサンはね、夜中のね、3時から4時ぐらいにね、ひっそりとね、そうですね、こいつするんですよ。私がね、おやすみなさいって言った後にするんですよ。そうですね。いや、別に、その時間しか空いてないっていうのもあるんですけど。でね、なんかね、怪文書をね、ツイッターに残して寝るんですよ。寝ぼけてるんですよ、その時。たまにしか見。よろしくにゃ、喋っていいんですかね、猫さやさん。よろしくにゃ。喋るとしたら、にゃをつけるにゃよ。さあ、アサイラムとちっちゃい部屋家家。家2個行ったにゃ。あと、ハイスクール、キャンプ、プリズン、家が1、2、3、4つにゃ。じゃあ、プリズンでいいんじゃないですかにゃ。わーい、猫背さんいるけど大丈夫にゃ。160もあればいけるにゃね。うん、皆さん、レベル5ぐらいからずっとアサイラも生かされてたにゃ。ケさんもレベル20ぐらいからもう、ベータ版のプリズン行ってましたにゃ。生かされてました、ね、もう故郷ってことか。VR 物投げやすいにゃ。すごい投げ方が VR。 シグレリさん、準備を。もう、毎回準備忘れる。申し訳ないです。2ヶ月ぶりにやる。よろしくお願いいたしますにゃ。やにゃ。よろしくにゃ。じゃあ、ナサオさん、開始をお願いしますにゃ。むしろぞな。どんなこと、どんなこと。ブレーカー1回中央でーす。にゃん、任せろ。あー、心臓痛い。これで心臓痛いんだって。エンブリー持っててプレイやったら多分死んじゃうよ。ライター持っていきますにゃん。で、ブレーカー上げてよ。はいよ。このまま
3.2 とかでしたっけ最初から。いや、ブレーク上げる前は低いですにゃ。そうですにゃ、ブレーク上げましたにゃ。ありがとうにゃ。オルゴールにゃ。ジョン・アンダーソン、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 ジョン・ジョン・アンダーソン、ジョン・アンダーソン、ジョン・アンダーソンにゃん、ジョン・アンダーソン、ジョン・アンダーソン、ジョン・ジョン・アンダーソン、ジョン・アンダーソン、ジョン、ジョン・アンダーソン、ジョン・アンダーソン、ジョン、ジョン・アンダーソン、ジョン・アンダーソン、ジョン、誰か2回行ってますかにゃ。A と電気ついてるんだけど、なんで？え？誰も行ってないっすよ、まだ。 A と電気ついてるんですけど、1箇所。ジョン、ほんとだ。ジョン、ジョン・アンダーソン、ジョン・アンダーソン、ほんとだ。誰も来てないはずですけど。まだ、あ、氷点下、だって氷点下、氷点下、だって檻が、だって開いて、氷点下、あ、開きました、ここここここ、氷点下、氷点下、エイトです、エイト、氷点下でーす、エイト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 、あ、お願いしまーすにゃ。あと結構、はい、雪のせいで氷点下じゃなくてオーブ分かりません。分かんないオーブ、雪のせいでオーブ分かんない。あのね、真下に降るのが雪ですにゃ。真下じゃなくても下の方に降るのが雪ですにゃ。オーブは横に行ったり上に上がったりしますにゃ。可能性もありますにゃ。なんかずっと氷点下にゃ、ここ。ええ、中の可能性だったらばまだ十字架がい、あ、バインダーを。ママ、もしもーし、何歳ですか？どこにいますか？
なんか落としたぞ。なんか落ちたもの。EMF。なんか落ちた。これ動いた。スピポハンないです。あ、でも隣も干渉するな。全体産地が 70% ぐらいです。こんばんは。もしもーし。何歳ですか？どこにいますか？こんばんは。指紋はなさげ。もしもし。どこにいますか？結構物落としてるっす。物落としてるにゃ。何歳ですか？座ってやってたら階段登れないんや。何笑ってんねんにゃん。いや、今62です。ナッさんとね、猫さやさん一体実体化した。なるほど。ナッさんと猫さやさん薬一つ飲んだ方がいいっすね。飲んだんや。 ありがとうございますにゃ。なんか透明なんですけど。ちょっとナサオさん、薬飲んできて一旦。場所付近で出ましたですにゃ。あ、あれ、スマッチスティック。ライティングの音してる。ライティングの音してる。ライティングしてますにゃ。扉付近にゃ。はい。デーモン、レブナント、シェド。やばいのしかいないですね。多分ただ小規模的にハント入ってこないので、デーモンは多分ないと思いますにゃ。氷点下と何があるの？氷点下とライティング。やば。でもなんかね、影だった。もにゃもにゃって。うん、それはわからん。透明だった。うん。それは、あの、姿を見せる状態の一つなので、それだけで判別はできないですにゃ。レブですにゃ。オブ？
旅行の終わったにゃ。スマッチと十字架だって、十字架無理だ、スマッチくらいじゃない、やりたい。うん。オーブのあった部屋ってどの辺、一個右、スイッチのある場所、部屋ですにゃ。ワンチャンオーブのある部屋に十字架置きますにゃ。ここにゃ、ここ、ここ今目の前にいるにゃ。了解ですにゃ、持っていきますにゃ。あそこですにゃ、了解ですにゃ。あと正気度結構下がってるので注意してくださいですにゃ。全体正気度今 55% ですにゃ。了解ですにゃ、そろそろ来るですにゃ。自分50、那須さん82、初心者に生えたけさん47、猫さやさん40。了解ですにゃ。さっきね、あのね、お菓子2個飲んだんやろ。2つほどそっち持っていきますにゃ。聞いてるんやか。聞いてますにゃ。お薬2個飲んだのね。OK ですにゃ。どうや。あ、違う。あの、カメラをそっちに持っていくっていうやつね。ああ、了解です。なんの？写真？あるよ。ノートに、あ、ある？どれ撮るにゃ？まあ終了だよね。あの配信が終了前なのにアンナの日。初期の平均50、51かな。もうそろそろ来るっすよ。管制室のね、十字架が折れた。折れてるにゃ。了解ですにゃ。十字架の目標終わってますにゃ。あとスマッチスティックをゴースト付近で使用ですにゃ。スマッチ持ってないにゃ。持っていきますにゃ。誰か手空いてる方、オルゴールの隣にライターあるので、それ持ってきてほしいですにゃ。どこにゃ。オルゴールのとオルゴールあるとこですにゃ。これでライター持ってスマッチで行ってくるにゃ。了解ですにゃ。スマッチ終わったにゃ。じゃあオルゴール鳴らすね。一応ライター持って行ったにゃ。あ、ありがとうございます。ろうそくに火ついてたんで、それでやりました。あと骨探します。オルゴールやっちゃダメ。ちょっと待って、骨探してから。あ、けど骨どうします？いらない。入れますか？カメラ、あ、カメラ入れますにゃ。あ、そうですね。あ、ありがとうございます。これちょっと2回行ってきますにゃ。あ、ブレーカー落とされたにゃ。落とされた。すぐ近くなんで上げてきますにゃ。めっちゃオルゴール持ってるにゃ、この人。上げましたにゃ。
ファント。ファント。了解ですにゃ。鳴らしていいにゃ。うん、いい。まあ今2階だから私は大丈夫ですにゃ。多分ですけど、この部屋のこのロッカーの角が一番安全ですにゃよ。わかったにゃ。お願いしますにゃよ。はーい。終わったにゃ。了解ですにゃ。終わったにゃ。うん。骨回収しましたにゃ。ありがとうですにゃ。戻りますにゃ。お疲れ様です。あー、もう終わったの良かったですね。そうですにゃ。多分オーブの湧いた開いたと場所っていうのがヒントになって、多分あそこが割れたんじゃないかと思いますにゃ。ですね、オーブの部屋の独房じゃなくて管制室の方です、ね、管制室の方。ああ、そっちでもなんか氷点下結構干渉あったんで、一年のため起きましたにゃ。うん、じゃあレブナントで大丈夫ですにゃ。大丈夫ですにゃ。ジャーナル。オッケーですにゃ。ジャーナル確認にゃ。了解にゃ。オッケーにゃ。はい、じゃあ帰るにゃにょ。立つの疲れたからモブに戻すにゃ。お花摘みってこれですにゃ。行ってらっしゃいですにゃ。いや、その間に普通のやつに戻すにゃ。了解ですにゃ。で、ちょっとじゃあ列席の待てにしときますね。了解ですにゃ。了解にゃ。
got some jobs ready for you. はい。あれ？計算がいいな。違うの。猫沢さんとタウンボイザーが3桁で、絶対黒さんが1桁か2桁で来るんだよ。そしたら僕、守れないんだよ。なので、あ、これは桂を入れといた方が安心かなと思いました。はい。プリズン行ったので、ハイスクール、キャンプ、ウィロー、エッジフィールド、どこがいいですかね。 V をしながらです。 V をしながらですにゃーにゃーにゃー、聞こえますかにゃー。あー、クロさん聞こえますにゃー。クロさん、どんな風に紹介されたんですにゃ。やっぱ配信垂れ流しされましたね。配信垂れ流しされましたにゃー。バカほど緊張してたにゃそれで、なんか、もう終わりですかねって言われてましたにゃ。笑ったにゃ。アーカイブちょっと戻して、クロさんのとこだけ見た。もう後でアーカイブ見るにゃ。はい、じゃあ、プロのハイスクール行きましょうか。クロさんだけど、行っか。了解ですにゃ。いいじゃないですか。NASA 客がなぜか流通してるよりかは。そしたら黒車準備完了ってどこですか。スタンバイってやつです。やつですにゃ。下のメニューにありますにゃ。そうですにゃ。強風ですにゃ。強風。回避階段ですね。回避ですね。使用写真回避。名前が回避は最悪。サンドラ・アンダーソン。じゃあブレーカー上げてきますにゃ。はい。了解にゃ。ケさん。はい。頭につけるヘッドマウントカメラが入ってないにゃ。うん、使わないでしょう。サンドラ、サンドランダーソン、サンドランダーソン、サンドラ、サンドラ、サンドラ、ブレーカーつけましたにゃ。サンドラ、サンドラ、サンドラ。今左の方で電池つけた。あ、つけましたにゃ。左の廊下つけましたにゃ。サンドラ、サンドラ・アンダーソン。サンドラ、サンドラ・アンダーソン、サンドラ・アンダーソン。サンドラ、サンドラ・アンダーソン、サンドラ・アンダーソン。お、ナイスですにゃ。右の1階ですにゃ。はーい。
ろう。指紋、指紋あるにゃ、指紋あるにゃ。ナイスですにゃ。どこにゃ、どこにゃ。こっちじゃないですかにゃ。そこですにゃ。ここにあるにゃ。ナイスですにゃ。今一瞬鳴ったんだよ。指なんだろう。多分音的にレベル2ぐらいですかにゃ。もしもし。何のカメラですにゃ。フォトカメラがないにゃ。ああ、フォトカメラないですにゃ。指5本にゃ。指5本。あ、了解ですにゃ。すごい綺麗な5本にゃ。了解ですにゃ。また5本にゃ。了解ですにゃ。ライトは落としちゃダメだよ。じゃあ扉結構干渉するので入り口にノート置きますにゃ。オーブはないにゃ。了解ですにゃ。了解ですにゃ。了解にゃ。ファントム、ポルター、ミミックです。オーブンなかったからミミックはないのにゃ。氷点下になればミミックありますにゃ。今のとこ氷点下はなさそう。氷点下以外ですとライティングかオーブのどっちかですかにゃ。どっち走った気がするんだけど。もう一つどっちプロジェクター持っていきますにゃ。でビデオカメラもほどつ走った。じゃあファントムですにゃ。今どっち走んなかった。見てないのでわからないですにゃ。どっちもう一つ持って行って、それで。コルさん、止めるとき右クリックにゃ。で、Dでしてるにゃ。フォトカメラ持ってくるにゃ。了解ですにゃ。走った気がするにゃ。こうかな。わかんない、クロさんかもしれない。はいよー。白くはなかった。まあドッツ2つ仕掛けたんで、さすがにこれだったらば分かるかと。
ファントムでハント回避って結構やばくないっすか？にゃ。いやにゃ。うん。まあわかんないですけどね、どっちかどうか。見てみますにゃ。今ビデオカメラ見てますにゃ。ナッサン、クロさんが低いにゃ。今57です。ちょっとナサオさん一回帰ってきた方がいいですかにゃ。これナッサンとクロさんが低いにゃ。了解です。ファントムですにゃ。女子ですね。ナイスですにゃ。最初からこの角度にしときゃよかったんだな。うん、走ってるにゃ。見えたにゃ。塩持ってきてほしいにゃ。変なとこで電話鳴らなかったですかね。F で負けます。F で。クロさん、F。そうそう。3回までしか負けないですからね。どっち結構こっちの奥側というか、ナサのいる方向の方で、動いてましたね、ここで。うわ、動いてる。いやー、キモい。キモいです。何ですか、これは。カメラ。新しい遊びですか？
あれカメラ。もう全部映ったか。僕丸腰ですにゃよ。で、あの、3回巻いたらもう中身からなので G でポイ捨てしてください。この子巻いてるわ。ポイ。スマッチ持ってる？ある？非常口、入り口でありますんですにゃー。ライターも一緒にありますにゃ。あとそこ、あ、ハント、ハントでですにゃ。これ呪いのアイテムなんだったっけ。まだわかんないですにゃ、見てないですにゃ。あにゃ、これ来てる？来てる。あ、ハイズリだ。パジャマだ。終わりましたかにゃ。終わったにゃ。あとゴーストの撮影だけにゃ。了解ですにゃ。クロさん生きてる？間違えた、こっちじゃないわ。こっちだ。こっちでしたにゃ。結構奥の方まで行っちゃったですにゃ。ファントムで処し、厳しいにゃ。厳しいですにゃ。かオルゴール鳴らしてる間にパシャって撮るっていうのが一番いいですけど。なるほど。いや、母さん B で、あの遠い人とも話せますからね。はい。いや、どこにいるんだ、あの犬。ありますか？ないですにゃ。私持ってないですにゃ。持ってないにゃ。じゃあ持ってきますにゃ。
ハント終わってますにゃ。終わってるにゃ。非常口入り口にスマッチ2本置いときましたにゃ。ライター持ってる方使ってくださいにゃ。で、カメラ1個持ってるにゃ。あ、了解ですにゃ。そしたら、あ、またハントかな。あ、またハントですにゃ。パジャマ貞子は這いずりなので距離感わからないから注意してくださいにゃ。ハント終わりましたにゃ。クロさんと私ちょっと隠れながらオルゴール鳴らすので、猫さやさんとけさんで写真撮影とスマッチできますか。じゃあスマッチはやりますにゃ。どこに行ったらいいですにゃ。2階トイレかな。クロさんこっちおいで。ちょっと待ってくださいですにゃ。意外と近いんだよな、ここ。トイレまでの道は確保しましたにゃ。あ、ハントですにゃ。しかも写真が。どっちがやられた。猫さやさんがやられましたにゃ。あ、いやいやいや、あー、鳴らせるっすよ。写真撮るよ。いいよ、ちょっと待って。そしたらちょっとね、これ置いた置くわ。暗いけどちょっとで、カメラどこだ。カメラ、カメラどこだ。あ、猫さやさんが持ってんのか。そしたらダメだ。そしたら一回向こう行かないと。猫さやさんとこ行かないと。カメラ拾わないとダメか。いた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 。フィルム2枚ある。2枚、はい、了解です。いいよ。はいよ。あの、あ、ハントハントハント。あー、しかもライターがない今。すいません、ライターないからちょっとスマッチできないっすよ。
終わりましたにゃ。ライターとカメラが一緒に置いてあるから、スマッチ置いてあるところにオルゴールも置いておきました。了解ですにゃ。ライターどこです。え、ライター、猫サラさんのところにあるって。見えないっす。見えない。あれどこだ。あった、あった、あった、あったあったあった。了解。取りましたにゃ。じゃあ、ハート。これ近い。透明。終わりで、多分紙フィルムも全部ないですにゃ。全部なくなったってことじゃないですかにゃ。多分今の写真カメラで。じゃあ諦めましょう。そうですにゃ。これはちょっと撮れなかったですにゃ。多分これですにゃ。あ、ないですにゃ。はいにゃ。カメラのフィルムなくなったので写真を撮るができなくなりましたにゃ。なので帰りますにゃ。なんだ？なさおさん。おい。びっくりしたわ。なんで。終わりましたにゃ。誰か死んでるにゃ。誰か死んでるにゃ。ああやっちまった。まただよ。ハント終わりましたにゃ。ゴーストはハン、クロちゃんゴーストファントムですにゃ。スクショいっぱい撮って満足にゃ。
ひどいにゃ。多分ライト消してなかったんだろうなーと。あー、それー、そっか、それ伝えなきゃいけなかったかにゃ。何回も伝えたにゃ。まあ慣れるまで。なんか荒ぶってる。うん、時間かかるにゃ。じゃあファントムということで帰りますかにゃ。いやー、まさかオルゴールがねティーンで終わるとは思わなかったにゃ。ね、うん、まさかオルゴール使うとは思いませんでしたにゃ。いや、最後の最後に鳴らしとこうかなと思って。いやいや、部屋横にあるし。いや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 、びっくりしたにゃ。黒さん大丈夫かな。黒さん、黒さん大丈夫か。黒さん、ジャーナルにファントムって入れて帰れば、死んでも経験値とお金ちょっともらえますにゃ。黒さん、言えんの楽しいにゃ。すごいにゃ。猫さえさんは大丈夫ですかにゃ。大丈夫かな。カエルド。Welcome back. There's some jobs ready for you. クロさん楽しいね。クロさん、なんで死んじゃったの。なんで死んじゃった。V だからね、ここでも喋るの。そうですにゃ。なんで死んじゃったの、クロちゃん。どうしたの。パジャマのやつが目の前にいたにゃ。懐中電灯、懐中電灯つけてたんでしょ。頭めり込んでたよ。頭めり込んでた、びっくりした。目と目が合ってしまったにゃ。はぁ、面白い。これでアサイラムプリズンハイスクールは終わったにゃ。終わりましたにゃ。私キャンプやりたくないにゃ。僕は一旦抜けるですか。しぐれにタンホイザーはいるんですかね。そしたらしぐれにさんと交代ですかにゃ。今朝了解にゃ。違う、荷物用意。もう一マップ、小マップをやるか。じゃあ、ウィロやりましょう、ウィロ。ウィロ。ね、さっきから鬼畜なマップばっか選んでるんですよね。あ、いたね。この小マップ終わったら答えしましょうね。了解ですにゃ。了解にゃー。いや、やるんでしたらね。全然やってくださるんでしたら。じゃあ、スタンバイ押してくださいね、クロさん。レベル10に押しましょうね。セミプロのレベルに。まあ、ほぼセミプロですからね、クロさんも。もう雨ですにゃ。小雨ですかにゃ、これ。大雨じゃないか、これ。大雨かな。雷鳴るやつかにゃ。あ、ごめん、先言っとくな。そしたら先言っとくね。はい、叫ぶから。はいはい。なんでにゃ。雷なるからね。スマッチ 25% 超常現象。エリザベスムーア。じゃあブレーカー上げてきますにゃ。はい。クロさんは何にゃ。大雨ですにゃ、これ。何持っていくといいにゃ。この上の2つの段の。エリザベース、エリザベース、エリザベスムーア、エリザベスムーア。うん、やっぱ大雨ですにゃー。ブレーカーつけましたにゃー。
エリザベース、エリザベース、エリザベスムーア、エリザベスムーア。ソファ空いてる。閉まってる。エリザベース、エリザベスムーア、エリザベスムーア。エリザベース、エリザベスムーア、エリザベスムーア。エリザベース、エリザベスムーア、エリザベスムーア。なし。エリザベース。エリザベスムーア、エリザベスムーア。あ、ノッカー開いた。ここ？かな？よいしょ。魔法陣があるにゃー。了解ですにゃー。地下に、地下にある。指紋ないですにゃー。 EMF なんなかったよさっき。うん。エリザベス、エリザベスムーア、エリザベスムーア、エリザベスムーア。アピールしてください。え、電気消えた？消えた？あ、え、お前かびっくりした。違います、電気消えたって言ってから構えましたにゃ。ああトイレ骨あるわ。もしもし、何歳ですか？なんか落とした。あ、こっちだ。はい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 。ますか？待って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 、 EMF どこ？入り口レベル3。リビング、レベル3。ダイニング、リビング。あ、リビングのこのあれだ、写真だ。うん、ただもしもし、現場貫通してる可能性もあるので、ね、何歳ですか？カメラ、応募がないにゃ。了解ですにゃー。了解ですか？もしもし、もしもこーし、何歳ですか？クロさんですか？こんばんは。違いますにゃー。こんばんは、こんばんは、何歳ですか？1.1 度、 2.8 度、ここで OK、 入り口だ。現場入り口ですにゃ。了解にゃ。アント関係の目標ないから十字架バリバリ設置していくにゃ。この緑のやつどうやって設置するにゃ。で、なるべく下に、真下に向いて設置っていう形ですにゃ。どのキーを押すにゃ。ちょっと待ってくださいね。キーは、ここだにゃ。マウスの左ボタンで設置できませんかにゃ。今、設定見たら、できない。そしたら今度は
どっち通ったにゃ。F で設置できたにゃ。F だにゃ調べたら。どっち通ったナイスですにゃ。ナイスですにゃ。です。スピリットボックスあり了解ですにゃ。お願いですか。レースチェックしますかにゃ。え、スピリットボックスあったんですかにゃ。あったんですにゃ。単独じゃないと反応しないです。了解ですにゃ。十字架割れてるんですけど。了解ですにゃ。了解ですにゃ。塩踏んでくれないですにゃ。なんか今小気度どれぐらいですにゃ。平均48。誰か薬飲んでほしいにゃ。あ、塩、あ、ちょっと黒さんと私で飲むですにゃ。黒さんも飲んで。はい、通った。これで64。塩ふ、うん、塩、あう、塩ふん、足音、足跡ないですにゃ。足跡ないですにゃ。レースですにゃ多分。了解にゃ。足、え、何、ゴースト取ってたですにゃ。足跡ないからこれ取ってくださいですにゃ。ナイスですにゃ。取ったにゃ。多分 EMF5 が出るはずですよ、ね、多分実際か何かしたんじゃにゃーと、うん、出てきたゴースト。あと3時25%です。下で、はい、そうですね、下で魔法陣やるしか。ええ、行くわよ黒子。なんで私がオなんだよ。うん、やっぱ足跡ないですにゃ。ライター持ってるの誰にゃ。ライター持ってるにゃ。ライター持ってるにゃ。
これって産地が高い人がつけるの？いや、どっちでも大丈夫ですにゃ。魔法陣見てる人が基本的に下がるですにゃ。クロコおいで。どこに行くにゃ？地下。地下ですにゃ。そこですにゃ。そこ降りていくですにゃ。なさおさん、隠れる場所考えないとあれっすよ。死ぬっすよ、マジで。もうここで決めるから。いや、そこだったらば、階段上に上がった方がいいから、先にこっち側のろうそくつけた方がいいですにゃ。こっち側のろうそく。で、最後に階段側のろうそくつければ大丈夫ですにゃ。なさお、ライター持ってないの？はい。じゃあ、クロさん、じゃあこっちおいで。うん。じゃあ、ちゃんと、はい、行きますにゃー、お願いしますにゃー。3、2、1。ライター消してにゃー。あ、ハント来てる、ハント来てる、ハント来てる、ダメじゃん。ハント終わりにゃー。で、今度襲いくにゃー。3、2、1。ライト消してくださいにゃー。誰か死んでるにゃ。クロさん、なんでクロさん、また首が、これなんでクロさん死ぬとさ、首めり込むの？首がすごいめり方してるにゃ。25% 終わってますにゃ。あー、クロさんいいやつだったな。きっと逃げる場所分かんなかったな、あれ。芸術点が高い死に方にゃ。そうですね、搬入余裕もびっくりですにゃ。じゃあレースで帰りますよ、レース。レースで帰りますにゃ。了解にゃ。どうしてもあの子犬をレベル10にしたい。わかりましたにゃ。Welcome back. I've got some jobs ready for you. なんでかコロさんレベルが必要？多分なんでかコロさんのレベルが上がらないんですよ。うん。なんでにゃ。
シグレニさんが今日はやめておくということで、他に参加希望の方とかいらっしゃったら、最後になると思うんですけど。多分経験値が40ぐらいを2回やっても100には届かないので、それで上がらなかったのかと。なかったらこのまま行こうと思います。あ、白鸚さん入りますか？そしたら、ケさん抜けますかにゃ。お前抜けてどうすんねん。あ、そう？じゃあ、自分抜けるにゃーよ。自分抜けるにゃよ。ありがとうございます。お前はレベル10になるんだよ。そうだよ。お疲れ様でしたにゃー。ありがとうございます。また遊んでください。ありがとうございましたにゃー。はい、了解です。あの、2桁いってないやつもう一人いるんですけど。さっきからあの、壁にめり込んで死んでるんですよ。今度、このコラボもいいかもしれないですにゃ、黒さん。そうですにゃ。ナッさんと。メルムさんにも、メルムさんも持ってるし、魔女さんも持ってますよ。そうですにゃ。そうですにゃ。レベルだけは高いのがナッさんです。どや。あ。母さん、黒さん、こっち来て、こっち来て。あそこのさ、ドアの隙間見て、隙間隙間。V をしながら、V をしながら、V をしながらね。V をしながら見て、あのドアの隙間。無言。無言でこっち来た。無言でこっち来た。ねえ、なんで V をしながらじゃないの？ねえ、ねえ、ねえ。とっさに V が離れました。白鸚さん、よろしくお願いします。よろしくお願いしますにゃー。にゃー、キキさんでも喋ったら全然いいので。お願いしますにゃー。さて、さてさてさて、あと残るは小マップか、あの一番広いマップかの二択なんですけど。キキさんだったらあれですかにゃ、あのコメントに入れていただいて、それをナサオさんが喋っていただくっていう感じでよろしいですかにゃ。はい、はい、多分あの今朝赤井様おばあちゃん今度参加したいです。了解です。じゃあまたファズモの枠作りますね。何けん、何今朝あの探索中配信あんま見てないので、うん、人の配信垂れ流しにしたくせに何言ってるんだにゃ。いや集中するときは集中するですにゃ。さん、パソコン壊れちゃったのか。了解よ。じゃあブレースデール行きましょうか。了解ですにゃ。3階建てです。了解です。うん、おちょっと大きい系の一軒家を、まずあの黒さんに逃げるポジションを教えよう。なんでコメント欄で売ってんねんこの国のは。初見の白鸚さんですら喋ってるのに、この犬は。だから、スタンバイ押してくださいね。コミュ障なんだ、やっぱり。え？ラウルさんにコミュ障の塊、コミュ力の塊って言われてませんでした？目笑ってんねん。いや。また強風。あれか、バカに、うん、いやもうやだ、もう小雨、小
小雨？これ小雨？大雨？ね、大雨だと思うんです。にゃー。小雨では？大雨かこれ。懐中電灯とか、フォトカメラと温度計もらいます。了解でーす。にゃー。さデイビス。あ、小雨ですにゃー。エッチが一番ちっちゃいんだっけ？タングルが一番ちっちゃいでする。にゃん。一応今日これで終わりかな。リッチビューにとりあえずしとこね。リッチビューだと一軒家では一番広いですにゃん。うん。あ、みやべさんこんばんは、お久しぶりです。どうも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 。そういえばニャンをつけてんの忘れてた。そうニャン。また雨ニャン。雷鳴るでしょうかニャン。僕はここから出ません。キャンドル EMF スマッチ液体ですニャン。もくろさんが心折れてるんだけど、どうすればいい？フォトカメと温度計もらいまーす。にゃん。了解です、にゃん。じゃあ、キャンドルとライターとライト持っていきます、にゃん。で、ブレーカー地下です、にゃん。了解です、にゃん。エリザベス・ハリス、にゃん。じゃあ、ブレーカーつけていきます、にゃん。エリザベース、エリザベース・ハリス、エリザベース・ハリス、エリザベース、エリザベース・ハリス、エリザベース・ハリス、ブレーカーつけましたにゃん。たくさんこんばんは。アピールしてください。エリザベース、エリザベース・ハリス、エリザベース・ハリス、エリザベース、エリザベース・ハリス、エリザベース・ハリス。隣以外アピールしてください。最初から開いてる場合がありますにゃん。エリザベス、エリザベス・ハリス、エリザベス・ハリス。ここは違う。2階に骨があるにゃん。お、ナイスにゃん。エリザベス、エリザベス・ハリス。2階ですね、わかりませんにゃん。エリザベス、エリザベス・ハリス、エリザベス・ハリス。エリザベース、エリザベス・ハリス、エリザベス・ハリス。エリザベース、エリザベス・ハリス、エリザベス・ハリス。星さん、ゴースト取れました、船を。ナイスでーす、にゃん。エリザベース、あ、どっか鳴ってる。雷は我慢。レベル2、この辺、2階で EMF 鳴ってますにゃん。2階、2。ピ、なんとかなんとかが2ですにゃん。ろうそく消されましたにゃん。たぶん。EMF2 ですでしょうかにゃん。EMF レベル2ですにゃん。2階ですにゃん。2階の、バスルームですにゃん。キャンドルも消されましたにゃん。
オーブあるかも。ナイス。大丈夫でしょうか、にゃん。助かりました、にゃん。なんでだよ。花粉症が。指紋あります、にゃん。ここに指紋ありますにゃん。オーブ飛んでますにゃん。スピボありましたかにゃん。了解です。ポイ出店してます。あ、氷点下あるですにゃん。気温先ほどマイナスは、あ、白い木確認しましたにゃん。マイナスですにゃん。で、そのオーブがミミックかどうかの、あにょあにょ、はい、はにゃかんできてもいいでしょうか。いいですにゃ。どうぞです、行ってくださいにゃ。うゆうゆうゆう。ブレーカーつけましたにゃん。ありがとうございますにゃん。アイテム合いましたかにゃん。症状現象ですにゃ。なんか火花が消えましたにゃ。姿出てますにゃ。どこで出てるかわかんないですか。火花散ってびっくりしましたにゃ。ここで姿が湧いたがちょっとわからなかったですにゃ。今平均 48% で、おかえりなさいにゃ。白鵬さん一回薬飲んでスピボ試してみますかにゃ。これでミミックの可能性があるので、ちょっと耳、あのスピボをどれぐらいある程度やって反応なければハントゥーにして終わらす手もありますね。
ちくくて当てる前に死ぬ私であったニャン。はい、ビデオカメラの、ええ、は僕と見えなかったからちょっと誰か薬飲んクロシャンなんかゼロパーになってんだけどちょっとスピボー試せないわこれさすがに。45% です。にゃん。了解ですにゃん。クロさん 0% にゃん。いやもう了解ですにゃん。計算も薬飲みましたにゃん。これでちょっとスピード試しますにゃん。クロさんはもうこれ以上下がらないので。廊下のクローゼットがちょい開きしてるんですけど。うん。割りました。もしもし、こんばんは。帰りましょうか。どこにいますか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 。もしもし。こんばんは、帰りましょうか、どこにいますか。もしもし、こんばんは、帰りましょうか、どこにいますか。もしもし、こんばんは、帰りましょうか、どこにいますか。もしもし、こんばんは、もしもし、こんばんは、帰りましょうか、どこにいますか。もしもし、もしもし、こんばんは、帰りましょうか。バスルームの中でね、いろいろ物落ちてる。もしもし、こんばんは、帰りましょうか。どこにいますか。もしもし。こんばんは。十字架焼き切ってる。ハント入ってるな、これ。二つとも焼き切ってるわ。やば。やばいやばい。どうする？ブレーカー落とされてるから上げてきまーす、にゃ。まだ平均小気度、2人薬飲んだから上がってるはずですにゃ。今平均値 47% にゃん。了解ですにゃ。あ、今 35% に減りました。どうするか、こんだけ当て、スピボがないとミミックではなさそう。ないかもしんない。これはハントゥーでいいかもしんないですにゃ。ブレーカーもきちんと落としてくるですし、ハントゥーでいいかと思いますにゃ。うん、じゃあ、あとはスマッチ撃退。ええ、スマッチ撃退ですにゃ。クロさんはトラックでここのカメラを見張って、もう壁に踏みそうな気がするので。クロさん。あなたにゃん。あ、ちょっとやるか。ハント。ハント終わりですにゃ。スマッチ撃退完了してますにゃ。スマッシュ完了したの確認しましたにゃ。こちらもなさおさん。はいはい。スピボレプープスっていうとなんかあるの。え、何スピボで、ええ、
プープスって言うとなんかあるの？プープス？うん、何プープスって知らんすよ。なんかあの言ってる。なんか言ってる？あ、プープスって返答？いや、聞いたことないっすね。プープス。挑発なんだって。ん？ブラッティメアリーだっけ？え、ブラッティメアリー。ああ、多分、うん。あ、プーってそういうことね。あ、なるほど、わかりました。プー、プーっていう意味ですよ。プー。あんま配信じゃ言っちゃいけない。トラさん燃やしとく。え、そんなに怒るの？めちゃくちゃ怒るんだって。言ったら秒で言って首絞められたって。うん、言っていいっすよ。そういえば呪いのアイテムってありましたかにゃん？あ、そういえばわかんない。見てみよう。大変だ、ブリコスチューム。薬1個残っちゃおきます。了解です、あげときます。じゃあブレーカー上げてきます。今ね薬飲んだから多分これでまだハントは来ないはずです。ブレーカー上げました。あ、また落とされた。再度上げます。この家だとどこにあるのかな、呪いのアイテム。わかんないですにゃ。どこでしょうか。うん、地下は見た感じなさすぎ。あとはあれですかにゃ、ガレージとかですかにゃ。あ、あった、ウィジャ版、ウィジャ版がありましたにゃ。ちょっとじゃあ、言ってみていい？いいですにゃ。写真撮りました。ナイスですにゃ。あ、ハント来た。死んだ。死んだ。だっぷにゃ。そう、即死ですにゃ、ほぼ。じゃあちょっとウィジャ版でお金稼ぎしてきますね。ブレーカー落とされてる。
小気度教えて。小気度教えて。アベレージ。さよなら。あ、死んだ。そこ死ねんだ。ちまった。これは一体どうしたらいいんでしょうか、この後は。写真撮ってたら死にました。何してんのあんたは。いや、あのねウィジャ版で写真パシャパシャ撮ってたらハント入って、うん、返したの扉の外、うん、扉のね、なんかゴーストの干渉という写真が撮れてます。何してんの？2枚取れた。2枚取れたのか。うん、2枚取れました。誰ですか、シャワーをつけっぱ流しパンシしているとは。ダメですよ、にゃん。じゃあ判定で帰りましょう。了解です、にゃん。生きてる人しかね、あのボタン押せないんでね、どっちかお願いしますね。 V 押してもね、多分聞こえないと思うけど。あ、聞こえてるわ、あの犬。Welcome back. I've prepared some jobs for you. あ、クロさんレベル10になった。先輩おめでとうございます。おめでとうございます。クロシャおめでとう。だからあの頃クロシャおめでとうございます。プープレーズった瞬間にもこれレベル10になると何があるんですか。セミプロ解放です。レベル15になるとプロ解放です。レベル20になるとナイトメア解放です。おかしいよね。20で何ができるんだよって話したんだけど。ほんとだからね、白鵬さんはもうナイトメアなんですよ。じゃあ、ね、いやもうプロ通り越してナイトメアなの、うん、そう。だから白鵬さんはもうセミプロで遊べるから。いやー、いっぱいね、ご参加ありがとうございました、ほんとに。ハスもまたね、やっていくのでね、またよかったら参加してください。ただ、大雨の時のナさんは戦力外になります。雷がね。あと最後ね、鼻を噛んでチーンとかしてる間にね、すいませんでした。なぜか大台さんがほぼぴったりで、向き合っているのは何でしょうか。気持ち悪い。ほら、黒さん、ほら、あの、ドア、V つけながら、ドア。もう一回見たもん、これ。ほんと？今、ねえ。はい。どうなされました？にゃん。あ、聞こえた。
聞こえましたにゃ。さすがに2回目は何もないにゃん。なさん5回目ぐらいまではあの悲鳴あげてたから。これさ、覚えてる？あの上にいるやつ。え？何がいるにゃん？あれ、黒さん猫っつったかね。 あれですにゃ、あれ。今、ライトで照らし合わせて。LFT の雷よけの耳。そんな覚えてないにゃん？言ったにゃん、そしたらハロウィンの時に。これ多分、子供型のゴーストじゃないかと思いますし。気持ち悪いにゃん。うん、よし、じゃあ今日はここまでにしようと思いますのでね。了解ですにゃん。では解散します。ありがとうございました。お疲れ様でした。お父さんもありがとうございました。クロさん、こちらこそありがとうございましたにゃん。クロさんやるぞ、はい、また。いや、ちょっと今日はにゃんのために来ましたにゃん。どういうことや。じゃあ解散。Jobs ready for you.